皆さんこんばんは。やっぱり知りたい内容を分かりやすく説明するチャンネルって少ないなと思って、ライブが多分増えると思うので、これからもちょっといろいろね、工夫して準備して、ありのまま皆様にお伝えできるようにしたいと思います。はい、皆さんありがとうございます。じゃあ早速スタートしてみましょう。私のチャンネルで、一番多い、ファン、一つのグループだけで言うと断然BTS なのかなと思いますね。その次が TWICE とか NiziU か NewJeans とかですかね。一番ファンが多いのが多分 BTS だと思います。で、私もアイドル詳しくはないんですけど、 BTS は自然と名前全員覚えたりとか、曲も一番馴染みがあるっていうことから、もちろんBTS のそういう影響力っていうのは私も感じるぐらいだから、すごい人気でしょうね。もちろん未だにね、軍隊行った間もすごい人気だから、やっぱり一つ一つのニュースとかに皆さん耳を傾けて、今日本語間違うところだったけど、はい、その花の話出てるね。花輪はどう意味になるんですか。その話もちょっと後でしたいと思います。花は、ごめんなさい、花輪じゃねえ。花はこの間 JTBC で公開した映像がユンギの動画ではなかったっていう話がありましたよね。でもニュースってそんなもんですよ、実際。誤報もあります、事実もあるし、間違った情報もあるし、あと事実と言われてるけど誤報もあるし、裏で何を言ってるのかわからないので、それぞれの信頼できるところとか、私はこれを信頼するっていうのは、皆さんの自由なのかなと思っています。で、少なくとも多分私のチャンネルを見てる人は、私の話が多分信じたいっていう人が見てるので、私ももちろん 100% 正しいとは思ってないですよ。そう思いません？皆さん、ミンユンギさんの住民登録書を見たことあります？あの人の名前がミンユンギっていうのは 100% 自信あります？ないじゃん。こういう話なのね。実際、実名が何なのか、犯罪は何なのか、何なのか誰もわかんない。身長がいくつなのかっていうのは誰も知らない。実際測ってみないとわからない。誰もわかんないですよ、なので別に事実だろうが事実じゃないだろうがそういう問題じゃなくて、この世の中で社会アイドルの活動をしている中で問題なければ、それはそれで信じていいんじゃんみたいな感じになってるよね。そしてこれを信じてほしいっていう情報をハイブとかは出してるわけよ。アイドルは保護するために、そしてそれがやっぱりお金なので、資本主義の中では資産なので、嘘か事実かは関係なく、これを信じてほしい、これを見せたいっていうところですね。なのでニュースそれぞれ多分自分たちが見せたい情報、信じてほしい情報をメインで出すっていうのはあります。で、少なくとも、私と一緒に勉強してる人、この人は他の人よりはわかんないけど、例えば日本語がもう少しできるよねとか、経験が長いよねとかっていろんな理由から多分私の動画を多分信じてくださる方が今集まっていると私も信じて、話をしたいと思います。なので私になんかそれ間違ってるとかっていう方いると思うんですけど、それはその方が実際 YouTube やって正しい声を出すためのそういう運動をすればいいんですよ。民主主義なんでデモとかやって、集会を開けたりとか YouTube で配信したりすればいいので、私と私のチャンネルの皆さんの意見を変えようとしなくても大丈夫かなと思います。じゃあ、今日は主題は大きく分けて2つあります。まず BTS のSUGA の話2つなんですが、飲酒運転したっていうことで、いろんなニュースが出てきて、今韓国の雰囲気がどうなってるのかっていうのと、今韓国で、これが事実だよって上がっている内容を、見せたいと思います。初めての投稿です。坂本さんありがとうございます。何か花輪の話はちょっと後でしますね。で、まず映像の話をちょっとしたいと思います。映像の話なんですが、ちょっともういいニュースが出てほしいよね。じゃあ見てみましょう。これ書いてるけど、大きなメディアです。トンアエルボっていうメディアの情報です。単独なんですけど、飲酒運転の BTS のシューガーの動線、動きですね、動きが確認できました。居酒屋、飲み屋と、飲み屋から作業室に行って、家に移動するときにこけたというニュースです。で、これちょっとざっくり見えるんですが、これね、これらしいですよ。ここで言ってるユンギはこれ。
こうやって入って、警戒線っていうのがあるんですね。警戒席っていうのがあって、皆さん歩道とシャドウの中でこう上に上がってる段差あるでしょ。でこれは歩道と大きなそのマンションの団地に入るときにこうちょっとこうなんつうのキャリーバッグとかがこう行きやすくこう傾斜にしてるじゃないですか。その傾斜がこう段差の隣はどうしても段差ができてるじゃん。で多分カーブが早かったっていうでかかったのか、ハンドル曲げすぎてちょっと体重移動に失敗して倒れたいうのか、どっちかなんですよ。うん。で、段差に引っかかったのか、運転未熟でちょっとこう、ハンドルを早く切って倒れたのか、どっちかなんですけど、うん、これでも倒れた。で、倒れて皆さん最後わかると思うんですけど、頭ぶつかるんだよね。相当、まあバイクが別に重たいやつじゃないんだよね。これ30キロ超えないんで、重たいやつではないんだけど、髪をこうぶつかるようなシーンが出てるから、相当多分、酔っ払ってるのかなっていうふうに。なかなか頭からぶつかるのって、まだ30代なんで、ないのかなとは思いますけどね。で、見てください。で、これのカメラはどういうやつかっていうと、この、日本にももちろんあるんですけど、これペセフェロってよく言うでしょ、シシって言うけど、これ CCTV って言うんだよね、だから。防犯カメラ。ペセフェロは閉鎖回廊なんですよ。つまり、一般的に公開しないこのマンションにあるカメラです。このマンションから、これを提供することによって確認ができたんですよね。なので、おそらくこれ単独歩道なので、東亜エルボの人がこれを見たくて、このマンションに実際行って、この動画を入手したっていう風になります。じゃあ、今、韓国は左側、右側、通行どちらですかっていう話が出てるから、そうね、ここで多分皆さんが多分、何を言わせたいのかわかりますよ。じゃあ、韓国は、右側通行です。今、後ろの車見えますよね。今、すぐユンギの後ろはもちろん当たり前だけど、こうやって行ってるんですよ。右側なので。で、ユンギは逆走行してるんですね。うん、今だから韓国でも問題になってるのがこの逆走しているということなんですが、あ、白滝さん、あ、ペンカニありがとうございます。カムサミだ。これは逆走行とは私はちょっと思えないんですよ。これを、シャドウを走ったら逆走行なんですね。ただ今見た限りでは歩道です。歩道なので逆走とかの問題じゃなくて歩道走行になります。どっちが罪が多いのかはわかりませんが、歩道は、実際バイクは車になるんですね。自転車でもちょっと厳しいのに、これキックボードじゃなくてこれスクーターなので、車なのね。だから車でちょっと歩道を走ったことになるんで、どのぐらいここで罪になるかわかんないけど、ちょっと、そうですね。それでちょっと今、韓国で批判されてるような感じがします。ここ実際走っちゃダメなのね。で、走るときに実際警察官を通り過ぎたんですよ。で、警察官を見てないふりして走ったのか、あ、やばって思ってそのままなんか早く行こうとして倒れたのかはちょっとわかりませんが、目の前に警察官が3人いたわけよ。で、見たと信じます。見たと信じます。なんで見たと信じたいかっていうと、運転するときに前に何があるか見るのって当たり前だから、見えたって、取り調べで言った方が有利じゃない？わかんないけど、見てないですって言ったらそれ相当やばい。で、見てないって言ってもやばいし、見たのにじゃ逃げたっていうのもやばいし、どっちを取った方がいいのかわかんないけど、ちょっと取り調べ受けるときにちょっと考えた方がいいシーンかも。皆さんならどうしますか？うん、皆さんなら、私はちょっと、人は見えたけど警察っていうのは知らなかったとか言った方がいいのかな、わかんないけど、まあそういう感じですよ。で、まあここがまあかかったところらしい、ここはかかったところらしいけど、これ見えます？実際駐車をするそのスクーターが多分保管できるような中で、ここ
を、あの、多分人間が通る扉だと思うんですね。よく見てください。電動キックボードです。いや、これスクーターです。はい。これはもう出ましたね。警察からスクーターっていう話をしましたね。電動スクーターで、これは車です。はい。あの、後で見せますね。なんでキックボードじゃないのか。あの、ユンギが座ってるシーン後でお見せします。なので、日本に多分そういう映像が多分ないから、未だにキックボードっていう話が出てるかもしれないんですが、あの、もう一度言いますけど、私は BTS をけなすつもりもなく、それを喜ぶ人でもないですよ。もう BTS 好きで、私の動画で、韓国を勉強してる方めっちゃ多いんで、BTS 解散したら一番困るのは私だからね。皆さん人生変わります？ BTS が解散して。なんか、BTS と一緒になんか株でなんか一緒になんか同業してる方います？そうそういなくない？うん。だから、そうですね。じゃあ、見てください。これはどこにあるかというと、ナイノンハンナムっていうところです。ナイノンハンナムっていうところは、ヨンサン地域にあの、ロッテっていう、あの、ところから、施工した、アパート団地です。こんな感じなので、ユンギが入ったところがおそらくここら辺です。この、わかります？ここだと思うんですよね。この中で、コドが消え、あの、コドはあって、これ車がこの中に入れるようになってるところ。多分ここら辺なのかな。うん。と思います。これ高級住宅街そうですね。これ2022年とか多分施行したやつで、ここにあの大統領の、執務室とかがあって、高級住宅なんですよ。シグニエルと同じぐらいの高級住宅なので、ユンギが住んでるところがおそらく10億円ぐらいです。ただちょっと広いんですよ。260平米とかっていうところなので、まあ場所的に、まあ広いから高いよねっていうのはあるけど、でも高いよ。10億円だよ、ここは。うん。おそらくここ住んでるんだよね。これ家って言ってたので、ユンギが住んでるところはナイノンハンナムっていうのはわかりますね。ナイノンハンナム。これ、一般的に一般人は入れません。中に入れない。で、前にうろうろしてたら多分警察から、多分検問があると思います。はい。そうですね。もし調べたいっていう方は、ナイノン、そうですね。ナイノンハンナムです。ハンナム洞にあるので、ナイノンハンナムって入れると、出てきます。じゃあ、ここに書いてます。14日、ドンアイルボが入手した CCTV 映像には、ドンアイルボって言ってるので、韓国の三大新聞社ですよね。日本で言うと、朝日新聞とか、読売新聞のレベルです。信頼しますか？まあ、できますね。悪くはないと思います。まあ、100% は信じないけど。じゃあ、シュガが電動スクーターに乗って、まあ、スクーターですね。どう見ても。歩道の上を走行する場面があります。で、ここなんですけど、ナイノンハンナムの、まあ、近くの歩道を、パトロール していた警察の、機動隊員3人。機動隊員3人なんで、この3人は軍人ですよ。機動隊員だと、おそらく軍人です。夜今多分パトロールしてたと思うよ。ナイノンハンナム、正面の前で、正面ですね。入り口の内側に左折する、過程で、中心を失って、バランスを崩して倒れた。で、警察は、取れた、ヘルメットを拾っているシュガに近づいて、助けようとし、この過程でシュガの飲酒事実を確認した後、飲酒測定を実施したことが確認されました。これが映像に出ている内容なんですね。で、まあ、ここに出てるけど、まあ、免許の、まあ、取り消しレベルの 0.227 になったっていう話が、これ倒れて、やっぱり頭ぶつかったので、ちょっとヘルメットがちょっと取れたかなと思うんですよ。今コメントにあるんですけど、これ警察からの映像じゃなくて、ドンアイルボから入手したやつなので、おそらく直接入手したか警察から入手したかはちょっとわからないですね。で、これで今、さっき警察3人がなんでこうやって来てるかというと、もともと3人が、そのマンションの入り口に向かってこう行ってたんですよ。行ってたけど、シュガが、これ通り過ぎたのね、見たかわかんないけど、で、行って、ここでこけたんですよ、ここで。で、こけて、この3人はそのままずーっと来てて大丈夫ですかみたいな。こんな感じですね、ここで。警察によると、シュガは、午後9時
한남오거리인근식당한남오거리っていうところの食堂で、知人と食事をしてお酒を飲んだ後に、近くの個人の作業室に移動してお酒を飲んだ。またお酒を飲んだんですよね、多分。食堂でもお酒飲んで、個人の事業室でもお酒を飲んだ。これもなかなかね、外で飲んで帰る、もしくは仕事がもし残ってたら外で飲んで家、作業室では作業して帰るとかなんですが、個人事業室でお酒を飲んだ？これがまたなんかいろんなニュースが出るポイントにもなるかな？出てほしくないですよ、私は。なんで？だってプライベートじゃないですか。また誰と行った？誰と飲んだ？いやー、これね。そうですね。で、午後11時頃。早いよね、だから。結構。飲むのが早いですかね。9時に出て、作業室に移動して、作業室で11時に出たから2時間ぐらい飲んで、作業室に置いていた自分の電動スクーターに乗って、帰りました、ということになります。こうすると、調べたくなっちゃうね。ちょっと調べたくなっちゃうですね。何を？ナイノンハンナム。これがナイノンハンナム。ナイノンハンナムの正面はここなんですよ。ここ。ここから500メーター。じゃあ、ハンナムドン大ごりなので、길찾기。ハンナム大ごり？まあ、何でもとりあえず入れますね。출발지。91한남정문。한남오거리북어국。もしかして북어국食べたとして、検索をすると、歩きだと、こんな感じ。한남오거리、だからここから来てるのはわかりますよね。ここからこうやって来てたので、おそらく作業室がここら辺、だよね。おそらく多分ここら辺の可能性が高いんですよ。ここすごいなんか小道が多くて、作業室っぽいところ、あ、これ言っていい？ここら辺だと思うよ。おそらく。まあ、行ったことある方はわかると思うけど。はい。いいところですよね。で、ここで、한남동こうやって過ぎて、こうやって行ってるうちに、ここで多分、かかった。っていう風になりますね。はい。한남동。で、この上がイテウォンですよ。この上が。この上が。なので、こうやって行ったと。いう話になります。おそらく。シュガが移動したのはね、どうでもいい話ですね。じゃあ、これ出てますね。ここに出てるけど、一方、一部放送で報道した電動スクーターに乗って、道路の上を走る映像で出てる人物はシュガじゃない。っていう話が出てます。当該映像の中の電動スクーターは、ナイノンハンナム、向こう側で、南山方向に走っているんだけど、つまり逆走してない。その右側通路で、北の方に向かってる、イテウォンの方を。シュガはナイノンハンナムの方、だから左ね、こっち南に降りてくるところね、右車線だから、こっちね。こっちをこうやって逆走行でこう、歩道行ってたから、違う人らしいですよ。で、実際韓国の、ニュースなどなどに出ている、映像を皆様に初公開します！じゃあこれが韓国のニュースです。ちなみにこの方はアイドルじゃないんですよ。普通の、アナウンサーです。韓国のアナウンサーはちょっとこう美人系多い。これがシュガです、これが。これがシュガなんですよ。こう歩道を、こう行ってるけど、こう座って行ってるので、キックボードではなくて、これは、スクーターです。これですよ。今言いましたよね。これは KBS ニュースです。韓国の NHK っていう番組。信頼度はまあ高いですよね。はっきり言いますよね。ミニンギシミニダ。で、まあわかると思うんですけど、これ今、右
あの倉庫なんで、こっちからこうやって来るんだよね、観光が右から来るから。でこれを逆走行したら結構危なかったんですけど、そうではなくて、おそらくずっと多分歩道をこうしたのかな、うん、今警察官がいるのにそのまま通り過ぎたシュガーっていう言い方をしてるから、あ、これはどういう言い方、ニュアンスかっていうと、まあわざとなのか見てないかわからないけど、まあ普通に客観的な言い方ですよ、ここで言うのは。なのでちょっとわからないです、これは。あ、家の前で左折をした時にこけてしまい、すごいとヘルメッカジ바닥에낙인겁니다。これの言い方は結構デスイ状態を表現する言い方です。ナディングミダっていう表現は、かぶっていたヘルメットすら、下で、なんか散らかって回ってますみたいな感じですよ、言い方が。ちょっとあのニュースでこういう言い方を今してるのね。多分まあなんでこんな言い方をするかっていうと、やっぱり飲酒運転っていうのがあんまりやっぱり美化ができないのね。うん、だからちょっとニュースでもちょっとニュアンスはちょっとこういう単語を使います。ナディングミダとか。警察官3人が、倒れたシュガーを助けるために近づいてきた。スクーターを正しく立てた後にその上の椅子に座って警察と話を続けます。で、私いろいろ見たんですけど、警察言ってるんでなんで座って話してるのって話は今出てない。で、大体でもこれは、やっぱりちょっと飲んでるから、そのまま立ってて、なんかちょっと、挙動がおかしかったり、あと口がちょっと近いと匂いがするからかわかんないけど、ちょっと座ったままに話しているけど、実際、マナーは良くないです、これ。実際はね、一般的な話ですよ。ちょっと、警察がなんか助けてくれたで、例えばこのシーンをお酒とか置いといて、私倒れました。皆さんが自転車で倒れた。警察が3人も来て、あ、大丈夫ですかみたいな言ってたら、皆さんちゃんと立ってて、あ、ごめんなさい、ありがとうございますって、みたいに言いません？で、座ったままに。これはないじゃん。だから、多分飲んでるからだと思うんですけど、実際、いい行為ではないですよ。韓国は、相手と話すときに座ってるっていうのは、よくはないですよ。お酒の匂いがしたので、近くの交番にはま連れていたという話です。これは。じゃあ、これが、実際韓国でその測定するものです。で、日本で私も何回が測定されたことあるんですけど、なんか、韓国はどこもやってるんですよ。まあ、やりますみたいな感じです。当たり前だけど、まあ、時間になると。まあ、やりますみたいな。だから、避けるのがほとんどできないのにみんな飲んじゃうのね。だから、韓国は、あからさまに毎日どこかしらで必ず一回は測定するのね。私も結構韓国ではされたこといっぱいあるけど、日本では14年で極めて少ない3回ぐらい。しかもいきなりすぎる。しかも、なんか大げさすぎるっていうか、なんか、絶対知らなさそうなところにすんごいなんか30人ぐらいの体制で、工事してるように、ああみたいな感じでやるんですよ。おい、早く早く早くみたいな感じで、ふっ、あ、はい、みたいな感じなのね。で、韓国はもうあからさまにこう、レーンごとに一人ずつ立てて、はーい、はーい、はーい、みたいな、もうみんなやってるみたいな。なのに、みんな、かかっちゃうっていう、ちょっと、やってるの分かるのに、飲酒運転にかかるっていう。なので、韓国結構いろいろ、ルールがあるんですよ。自分がどのぐらい飲んだら、かからないかっていうのを、ほとんどの方が知ってるみたいな。はい、だから大体やったことないっていう人は、まあ、ビール半本とか、まあ、焼酎半分とか、これはかかんないみたいな感じでも、ちょっとあったりします。これは、ミンユンギじゃないですよ。これを見て、ほら、キックボードでしょって言うけど、ミンユンギの足の毛はこんなないと思うよ。おそらく。これ違う人だよ、これ。どうします？キックボードにする代わりに、ユンギの足の毛ボーボーの足。もしくは、これユンギじゃないスクーターにはなるけど、足綺麗なユンギ、どうしますか？
で、これ、ユンギじゃないです、これ。これは多分参考映像。さっき言った話で、ちょっと早い段階で集荷をちょっとこう取り調べをするというニュースが出てます。はい、質問ですか。はい、はいはい。そうですね。あ、実際は乗っちゃダメなんですよ。乗っちゃダメだけど、私は皆さんに優しいじゃないですか。乗っても別に処罰されません。日本人でしょ、はい、知らなかったって言えばいいでしょ。今それを車の代わりに乗らせる運動をしてる段階なんで、法律が緩いです。ちょっとみんなで守りましょうっていうルールを、まあ、知らなかったっていう表現してたじゃん。そういうルールがあるの知らなかった。だから、それの無知さが、大丈夫みたいな、うん。じゃあ免許は何で持ってるのみたいになっちゃうから、じゃあアイドルは知らなくていいのってなるじゃん。法律なのにみたいになるから、まあ多分知らなかったと思いますよ。私も信じてますよ。うん、うちのレベルの人じゃないんで。